で、その、で俺がちょっとまあ細かい人間なんで、今みたいにあの技の細かいとこ喋っちゃうとこあんだけど、現実その技をうまく生かすためには大きく3つの条件があるわけやな。1つはその技そのものの正確性、1つはその技に入るための、その技にじゃどうやって入るかの方法、まあいわばクロス2に入るポジション A、 あ、ちょっと来てもらっていい、まあこう股が開いてどっちかの足が床につか、まあこれがポジション A で俺の足はここにあるみたいな、こうなるともうクロスに行く方がいいよね。っていうかでも、ああだから、まあ、ちょっと白帯さんもいるから一応言っとくけど、そのクロス2を習うとさ、なんかどっからでもクロス2行きたがるわけよ。でもそれはやっちゃダメなんだな。なんでダメかっていうと、ちょっと立ってもらっていい、多分ここでは喋ってないから言っとくけど、あの打撃ってさ、こんだけじゃん。で打撃習って、じゃあお願いしますってこうして、なんか当たんねえなとか言う人いないんですよね。だけどそれはもう分かるよね。肩と相手の距離が、俺の腕の長さがどんどん入ってきた時に打たないと当たんないって、まあ分かる人もいるし、まあそれとかボクシングの試合見たら、なんかこんな人なんで当たんねえんだろうとか言ってる人いないから、こう動いたり、あのかわしたりして、あの 今なら当たった時しか行っちゃダメっていうのが分かってると思うんだ。まあでも素人だったらこうなるんだよね。でちょっと寝てもらっていい。だけどその寝技なんて工程が長いじゃん。こうして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 こう、やっと完成みたいなことを聞くと、なんかどっからでもしていいように思っちゃうじゃないかなと思ってる。だけど違うんだ、うん、あのここからお願いしますって言って、ヘロ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 と言って、まあこんなの、ここでよっしゃみたいに行くんだっていうもんだということをまず知らんといかんね。知らん、あの、まあ、薄々感じてはいると思うんだけど、そうだからこのポジション、クロス2用に入れるポジション A をどうやって作るかっていうのがあって、それでいろんな体勢からそこに持っていけますよって人はすごく強いわけよ。だってそこからバンバンクロスにできるからね。でそれがで3つ目の条件として、じゃあクロスめでたくポジション A からクロスに入りました、防がれました、あどうしようみたいな、やっぱでも防がれたらどうするかっていうのもすごい大事なお話なのね。だからさっき俺がそのクロスに入らせるんなら、ちょっとこうあの体、足と体で股広げは防がれんだろうっつったけど、じゃあそんな話を聞いて、まあ、本当だすげえと思って、で実際に俺がまあ素人ぐらいならそれがポンポン決まるわけよ。じゃあ俺が母とやってそれできるかしたらできないわけね。で母じゃなくても、まあ、紫以上ならそんなできないのよ。必ず捨てられるんだね。でもまあ、ルーカス・レプリだってパスガード100発射中じゃないじゃん。10分中に 1,2 回しか決まらんでしょ。それをその辺防がれてんだけど、なんとかかんとかしてそれをこじ上げて結局最終的にパスするから強いわけで、だから技を防がれることにそんなにネガティブにならなくていいんだな。あ、防いできたら変化すればいい。で、やっちゃダメなのがクロスにしたけど入られちゃった、そうまたこっからだみたいな、あの結構ここって山登りで言えば4合目ぐらいまで来てるから、また1合目まで戻るのはもったいないわけよ、うん、そうちょっとぐらいこうあの有利な組み手になってるから、こっからまあ例えばだよ、ちょっとこれが初心者さんにも一番分かりやすいかなと思うからやるけど、なんかこの足潰せそうじゃん。うん、なんか誰でもか、まあ、多くの人は考えつくと。だけど、潰れない。なんでだろう。なんか潰れない。ただ、俺の足があるから潰れないんだわ。じゃあ、この足どかしてんの。これで、抜いたら。こう、例えば、こういうことをすれば、やっつけれるかもしれないでしょ。だから、クロスにしたら、
膝入れてきた、まあ、これを失敗と捉えてもいいけど、俺がこの体勢したら絶対相手はこうすると思ったら、まあ、これを新たなポジションビートでも捉えてだね、こっからなんかめっちゃいい方法ないかなとか考えるの方が良いわけよ、うん、別に、まあ、こういうのでもいいわけやな。でその時大事なのは、あの止まった、止められたってことは自分が今までやろうとしたことは絶対通じないだって、だから止められたんだ。でも変えればね、変えればそれを解く方法がいくらでもあるわけよ。そういうふうに考えてほしい。だからそういうふうに考えれる人は強くなるし、考えれない人はそのなんか正しい技を追求しちゃうんじゃない、あのこの技でいけば一発で球入るみたいな。いやそんなのないから、このようにこのようにありません。あの怒るのはめちゃくちゃ実力差がある時にだけ技はスポッと入るだけ。どんなに綺麗な技使う人でも同じ強さの人とやれば絶対かからん、うん、だから何とかかんとかしてかけれるわ。でそういうそこにね頭をそう技を覚えてない人はまず技を覚えんといかんし、まあ、今みたいにクロスにでもちょっと、まあ、ちょっとこう変えるだけで成功率が上がるものもあるけど、入り方と止められた時、あ、ごめん、言い方を変えると、そのレベルの高い技って考えるの難しいわけよ、うん、だからどうやってそのポジションに入るかってことと、止められた時じゃあどうすればいいのかってことを考えた方が絶対強くなる、なりやすい、うん、ものだって考えやすいだろ、いつもこうなる、もうネガティブに考えない、別にこんなのこうすれば毒じゃん、でもこれは顎とかをされたらもうダメだ、だから頭下げればいいんだ、これなら止めれんじゃんとか、うん、まあ今大げさにこうしたけど、こうすると肩を押されたらこうダメだから、じゃあ、こっから全てこうとか、これとかすごい嫌だろ、肩も死んでる、うん、こうやってあのいろんなことを考えて、そういうことをしてるとそのうちクロスに行こうとして膝入ってきた、あのぶつかる前にどかせれるか、うん、それは今間合いをちょっと変えたから届かないようにして、体重のかけ方も変えたから、彼が俺がこう来るだろうと思った俺の体の軌道を俺が変えちゃったから、あの止めれなかったんで、やはりでもそういうふうにね考えた方がいい。したらあの自分でそういう目であの試合の動画を見て、上手い人も絶対止められてるから、でも止められた後何してるかをよく見て、でそれを真似するといいぞ。だからもうたくさん動画見ても役に立つシーンって本当に少ししかないんだけどね、だけどその少ししかない役に立つシーンに出会うためにたくさん見るわけで、またノウハウがたくさん身につけばどれ見ても勉強になるから、でも本当白木さんの頃とかも何見てもわけわかんないと思うから大変だと思うんだけど、まあ、そういう人はなるだけ黒帯の試合とか見ないで、まあ、青帯さんの試合とか、まあ、こう自分たちがやってる段取りを見ると見た方が断然いいと思うけどね、まあまあ、そういうことを上達論に書いてるんで一応ここで喋ってるよ。そんなんでいい？あとなんかあります？